好きだ。おっ、ガスだ。アジ？アジ。全然アジ。アジ。アジ。おお、しきた。おお、でっかいんじゃないこれ。ほら、アジこうやって持つことなかなかないですよね。釣り名人には秘密があります。それを解き明かすのがこの番組。おはようございます。大阪湾に来てます。今日はいろんな魚が手軽に釣れる大人気のスーパーライトジギングの初めの覚えるための第一歩を萩原さんと日置さんの2人に教わりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。今回はね、スーパーライトジギングということで、手軽にオフショアのね、ジギング、これを楽しめる釣りなので、今回はこれをね、紹介していこうと思います。よろしくお願いします。じゃあまだ一度もスーパーライトジギングやったことがないって人が、今日の番組を見ればもう一通りできるようになるっていう感じですかね。そうですね、分かってしまいますね。その魅力っていうのを今日はね伝えられたらいいなと思うので、一日ねやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行ってみます。とりあえず真下バーチカル気味で32m。朝一なんで今日2人いるんでね、誘い方ちょっと変えながら狙っていきますね。落とす時の注意点はありますか？注意点はちょっと指でこうフリーになるべくしないこと、特に潮が速い場合ちょっとだけこうテンションを指でこうかけてあげるような感じですね。そうしないと余分な糸吹き出ちゃうんで、今着底したそれが分かんない感じになるんで、ちゃんとちょっと指で押さえるような感じで。反応を見るためにちょっと浅い32段で毎回落とし直すような感じでもいいかもしれないです。え、下がったね。下がった。何くそ。当たりました。当たった当たった。そこからねちょっとね、5メーターぐらいから10メーターぐらいまで当たったね。押し切った。食わせた。ナイス。来ましたね。もうボトムべったりですね。いいよ。あ、ハマチですね。よいしょ。抜けた。うわー、抜けました。悔しいですね。遊漁船も固まってはいるからいいんだと思いますよ。なんせねこう釣れる匂いがしてきたんで釣れると思います。そろそろ押してくった。おった、まあ、そっか。すごい花やね。アジ。おっしゃー。まさかの、ですよ、まさかの。ギガアジが来ましたね。いいアジだな。いいな。はい、なんと大きいアジが釣れてくれました。40ないぐらいですかね。こちらのドラッグメタルヘッティージヘビーですね。ワンピッチジャークでスローに誘ってるとナイスサイズアジが食ってくれました。いや、非常に嬉しいですね。やりました。よし、よし、
上で食ったね。ボトムからね、20メーターいかないぐらい。結構上で食ったけど。ビリビリしてるね。ビリビリしております。いいですか？抜いちゃうよ、ね、いいよ。よいしょ。サバ。サバゲット。サバでした。やったね。とりあえずね、2目目、アジ、サバ。いい感じですよ。でもね、ちょっと色が白っぽいんで、もしかしたら水がちょっと冷たいのかな。ヒットルアーは何ですか？ヒットルアーはね、ドラッグメタルフォース。すいませんね、ちょっとバタバタします。ドラッグメタルフォースのブルピン、120g、ね。今日何回もサワラにやられてるんで、リアもつけたらリアもがっちりで。ヒットです。あー、来たー。お、クラスは？お、アジです。アジ、アジ、アジ、アジ。アジこうやって持つことなかなかないですよね。自信を持っています。アジ釣り楽しい。ここは漁師さんの仕事場、迷惑行為はやめよう。マナーも腕の内。ちょっとですね、こうプレジャーボートなのか漁船なのかわかんないですけど、多分餌だと思うんですけどね、でっかいアジ釣れてるんで、まあ、ウルトラライトにちょっと変えちゃいました。でメインライン1号のリーダー5号で、ジグがドラッグメタルタングステンスリム、タングステンスリムの 60g、 これであればこれぐらいの潮の中だったらある程度ボトム取れると思うんで、まあ、アジをジグでこう狙う場合は割とね、こうホールを誘ってスーッと落としてあげるのと、あとは巻き、何気にただ巻き、ほら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 、あーほら当たったね、巻き、これも結構有効なんですよ。まあ要は多分この海域ぐらいにいる大きい、これぐらいのね、40センチを超えるような大きいアジだと、ちっちゃいイワシとかそういうのを好んで食べてる習性もあったりするんで、そうするとただ普通にヒラヒラヒラって泳いでるものにバーンって反応してくることがある。なので何気に巻きも有効です。よし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 、くわー、抜けちゃった。だね、かかりどころ、あとかかりどころ。刺さるけど、よし、きたー。リーダーぞ、フォールだぞ。今の優しく、もうそっと暴れたらもう止める。もう絶対リフトしない、リフトしないね。お願い、お願いだよ。よし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 、優しくね、ゆっくりゆっくりね。で走ったら無理して曲がない、止めてあげればいいです、こうやってね。で止まったらまたゆっくり曲げてあげればいいです。口がとにかく切れやすいから絶対に抜こうとしないこと。うわ、抜けた。うわ、ねえ、抜けるでしょ。こうなの、アジ。もう本当にこれね、絶対あるんですよ。こう水圧でふっと上向いちゃう瞬間があって、その時にね、こういうことが起きるの。本当に起きるの、ね、ダサいけどね、そうなんです。これがアジですね、船のね。ね、途中まで完璧だったのにね。もうじゃんじゃじゃん。五目、まあこれショア、ジグサビキって、これデュオで出してるキャスティング用のね、ショアサビキのセットなんです。サビキ割りで結構ね、あのジギングがこう潮がとろくなってアジをやるときに、このサビキこういう感じ
ここにジグつけて、あとサビキは2本針あって、これで誘うと結構アジ釣れるってことなんで、ちょっと物は試しで僕もちょっとやってみます。おっ、食わすわ。ゆっくりやんなよ、アジかもしれないから。アジかもしれないからね。はい、ちょっと丁寧に巻いていきます。ジグで食うじゃないですか、ジグで。はい、ドラッグメタルフォース 150g ですね。こちらでギガアジが来ました。このサイズのジグもね、食ってくるので、非常に面白いですね。はい、やりました。よし、来た来た。え、抜けてる抜けてる。うそでしょ。おー、下に来たよ。おー、ついに来たよ。おーおー、やっと来たね。来た。おー、でっかいんじゃないこれ。ほら、よいしょ。ありがとうございます。ほら、でっかい。でかっね。ほら、口がね、ちょっと待って、もうこんだけボロボロ、こんなに薄いんですよ、やっぱり味って。わかるかなこれ。こう僕の指入ってるの分かります？ほら、ここがね、やっぱ薄いんですよね。こういう頭のここのところとか、こっちの下顎のこの辺まで入っちゃえば口硬くてバレないんですけど、ここのね、今かかったのここなんですよ。穴開いてますよね、ここ。ほら、血が出て、ちょっと血が出てる。ここはね、薄いんで、ここがね、どうしてもこう切れちゃうんですね、すぐ。こんな感じで、これでバレちゃうんで、ゆっくりゆっくり上げてきたものです。50センチあるなしぐらい、48ぐらいかな。本当アジ、まあアジングでもそうですけど、基本的にこうやっぱりいる棚がもう完全に決まっちゃうので、そこの棚を外すとやっぱ当たらなくなりますよね。今だいたいいるのがそこから10メーター以内でしか当たりがないんで、もうそこ外すと、外さないよ。よし、来た。ないね。今ボトムから2ふわふわぐらいです。ちょっと上、本当の。そうするとこうやって当たりがある。だ、それ以上上に上げすぎちゃうと当たりがないんで、そういう時はね、一応2色、例えば、10メーターぐらいまで当たりがあるとしたら、もう1色分だけ、10メーター分だけ、まあ、回収気味に巻いてあげて、そこから落としてあげるとまたヒットしてくるような感じになります。せーの、お願いします。イエーイ。やったね。はい、ありがとうございます。アジこうやって持つことなかなかないですよね。ね、このアジ。あ、ロッド持ってないけど、ロッド持ってないっていう。今回当たりが多いのが、フォール中の当たりが多いんですよね。だから 60g、 今これ 60g のジグね、 60g、 こっち 40g じゃないですか。 20g 軽くなるんですよ。20g 軽くなるってことは、それだけ沈下スピード、落ちていくスピードがゆっくりになるんで、落ちてくるものに反応する見せ方が長く取れる。例えばこっちが、60g だと5秒間だけしか食わせの1、2、3、4、5、その間しか食わないとするじゃないですか。でも 20g 軽くなったことでプラス2
7カウント分食わせの間が多く取れるってなると、それだけバイトチャンス、魚が食べてくるチャンスが増えるんで、なので軽い方にします。巻きで食ったね今度は。40g 炸裂じゃない。ただこれ限定的ですよ。塩とろくなってからじゃないと使えませんからね。あ、マジマジ、ありがとうございます。ほら巻きだと見て、ほら巻きだとバレない。あ、これバレたけど、下顎尺ないぐらいの味だけど、可愛く見えちゃう感じですね。おー、しくったハマってるかもね。 40g 落とし直しですよ。落とし直したら食った。ドラグこれぐらい、もうチリ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 ってず聞こえるかな、これぐらいゆっくりチリチリチリって言うぐらい緩めでいいですよ。固く締めすぎちゃうと首振りとかグッて反転された時に口切れしやすいんで、ちょうどイエーイ。今度はバッチリですよ、バッチリ。バレにくいところにちゃんとかかってるもん。でも 40g にこう変えただけでこれだけねキャッチ率が変わるんで、圧倒的にポールのスピードですよね。だからヒュッて早く落ちてくるものには反応しきれてない、だから軽いジグに変えたらここまで超過が伸びるかっていうぐらいなんで、1個か2個は忍ばせといてもいいかもしれないですね。味狙いであれば自信を持っています。味釣り楽しい。ほら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 、来た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 、ほら食ったすぐ。口あれまスーパーライトらしくなってまいりました。口釣れたわ、すげえ。これサビキの方で、おっと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 、サビキに変えてすぐ当たりましたね。あ、アジだ、アジアジ、ありがとうございます。おー、でっかい。サビですけどね。まあ僕の方はグチですね、まあ石持ち、ね、これ忘れた感じです。はい、僕の方はサビキに変えて早速アジがヒットしました。ファーストフォールのボトム取る前に、ね、食った感じいいですね、はい、スーパーライトらしくなってきましたね。もうね、まあこうやっていろいろ釣れるのもね、スーパーライトジギングのいいところです。楽しんでもらいたいね。はい、まあ、数が釣れれば楽しいです ね、 ね、はい、楽しいね。やりましたよ。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、いろんな魚が釣れるとは聞いてはいたんですが、まさかあんなでっかいアジが釣れるなんて、いや、びっくりしました。はい、もう本当に手軽に楽しめるSLAJ、 あ、ごめんなさいね、スーパーライトアジングになっちゃいましたけど、まあそういった釣りがね今後楽しめると思いますので、ぜひ皆さんもね楽しんでもらえたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、楽しかった。あ、そうですね、はい、45ね、はい、また行こうね。また行きましょう。はい、絶対行きましょう。はい、というわけです。ありがとうございました。ありがとうございました。